アメリカの大手投資ファンドブラックストーンは26日、自社が保有する物流関連の施設を31億ドルおよそ4400億円で売却することに合意したと発表しました。自社の不動産ファンドの利益確定が狙いだとみられます。売却先は物流不動産大手のプロロジスで、アメリカメディアによりますと広さ延べ1.3平方キロメートルに相当する70の物件を譲渡するということです。 ブラックストーンは物流施設への需要はずば抜けていて投資対象として強い自信を持ち続けているとしています。